曜で女子団体決勝トーナメント準々決勝を終わります。引き続き男子団体決勝トーナメント準々決勝を始めます。ただいまの勝ち。第一射場静岡県掛川東高校、1番海野選手、2番朝比奈選手、3番矢崎選手、4番坂下選手、5番山崎選手。第二射場岩手県一ノ関工業高校、1番佐藤選手、2番佐藤選手、3番尾形選手、4番岡本選手、5番高橋選手です。
第2車場12中。導中のため強射を行います。監督は選手に矢を渡してください。起立。始め。先ほどの結果、第1射場12中、道中のため強射を行います。第2射場3中、掛川東高校の勝ち。退場します。